ジャニーズカレンダー争奪戦、出版社の決断に注目。成果外問題の影響も、平野氏用とスノーマンの競争が厚い。ジャニーズ事務所と出版業界の関係は、長い間、興味深い視線を浴びてきました。特に、ジャニーズ公認のグループ別カレンダーに関する癒着疑惑は、メディアでたびたび話題になってきました。しかし、最近のジャニーズ関連の問題が、 これまで忖度し続けてきた出版社側にも影響を及ぼし、来年度のカレンダーについて不透明な状況が広がっています。この記事では、ジャニーズカレンダーの歴史と来年度のカレンダー争奪戦に焦点を当て、その背後に潜む問題について考察します。1、ジャニーズカレンダーの歴史。 ジャニーズ事務所は、そのタレントが年々人気を博し、数多くのファンを魅了してきました。この成功の一環として、ジャニーズグループ別のカレンダーが毎年発売され、大きな注目を集めています。これらのカレンダーは、ファンにとって待ちに待ったアイテムであり、例年驚異的な売り上げを記録しています。しかし、その裏には事務所と出版社との複雑な関係が絡んでいます。 2. 出版業界とジャニーズ事務所の癒着。ジャニーズ公認のカレンダーを出版するためには、事務所からの出版権の提供が必要です。これにより、出版社はジャニーズ関連のスキャンダル記事を封じることなどのメリットを享受してきました。この癒着疑惑はメディアから何度も取り上げられ、問題視されてきました。しかし、こうした関係が維持されてきたのも、 ジャニーズの人気と影響力が大きいためと言えるでしょう。3. ジャニーズカレンダーの売上競争。毎年、ジャニーズグループはカレンダーの売上競争を繰り広げます。トップグループは特に驚異的な部数を叩き出し、その成功が事務所と出版社にとって重要な収益源となっています。最近のオリコン上半期ランキング2023によれば、 キングピンス、キンプリが35万4850部を記録し、スノーマンが33万5067部で2位につけました。この競争の中で各出版社はどのグループを担当するかをめぐって様々な話が飛び交います。4. 性加害問題の影響。ジャニーズ事務所が直面している性加害問題は、 カレンダーの発売にも大きな影響を及ぼしています。これまで忖度し続けてきた出版社側も今回の問題に対して責任を感じざるを得ません。そのため来年度版のカレンダーについては発売の有無さえ危ぶまれているという報道も出ています。ジャニーズ事務所と出版社の癒着や忖度が商業面だけでなく倫理的な観点からも問題視されています。 5. スノーマンの台頭と平野仕様の影響力。現在、注目を集めているのは、スノーマンとそのメンバーである平野仕様です。金プリの売り上げが平野仕様の脱退により大幅に減少する可能性があるため、来年度はスノーマンのカレンダーが注目されています。さらに、平野仕様の提携先である滝沢秀明氏の新会社、とべ、に対して、 彼のカレンダーの制作を望む声も多くあります。これにより、平野の仕様のカレンダーがスノーマンを超える争奪戦に発展する可能性が高まっています。6. 出版社の決断。現在、出版社は難しい決断を迫られています。ジャニーズカレンダーはファンにとって重要なアイテムであり、売り上げが大きな利益につながります。 一方で、成果外問題に揺れる事務所に対して擁護の姿勢を崩さない出版社も存在します。来年度のジャニーズカレンダーが発売されるのか、それとも中止となるのか、議論が続いています。結論。ジャニーズカレンダー争奪戦は、単なる商品の競争だけでなく、ジャニーズ事務所と出版社の関係、倫理的な観点からも注目される問題です。 性加害問題の影響が広がる中で、出版社は重要な決断を迫られています。ファンの期待と商業的な利益のバランスを取る難しさがありますが、来年度のジャニーズカレンダーがどのような展開を見せるのか、注目が続きます。